親父を感じたような気がした。まさか真の毒気ってこれかなんてさ。何人死んだんだろう。人が死ぬたびにユーナは踊る、あの悲しい踊り。ユーナはあと何回、シンがいる限りユーナは踊り続けるのか。そんなことを考えていたと思う。帰れなかった。たくさんの物語が終わったが、お前の物語は続くようだ。俺は家に帰れなかった。素早い退散だな。満足か。どういう意味だ。教えに反した兵士たちは死に、従順な僧兵だけが残った。昔と同じというわけにはいかんな。顔色も優れませんね。しかしユーナ殿、このような時こそ気丈に振る舞わねばなりません。普通の人間ならば時には悲しみに浸るのも良いでしょう。けれどあなたは召喚し、人々の希望そのものなのです。真を倒すまで弱音は許されません。よく心得ておくことです。はい、努力します。不安ですか。ならば私が支えとなりましょう。ユーナレスカを支えたゼイオンのように。続きはいずれお目にかかるときに。それでは。シンはジェクトだ。実はさ、そうかもしれないってさっき思った。言っとくけど信じたわけじゃない。シンはジェクト。奴はお前に会いに来た。俺に会うためにたくさん人を殺したってのか。それがシンだ。自分の姿をお前に見せに来たんだ。なぜだかわかるか。全然知るかって。お前に殺されるためだ。死んでいる限りジェクトは襲い殺し続ける。それを前に止めてほしがっている。ふざけんじゃねえよ。なんであんたにそんなことがわかるんだよ。話の途中だろ。逃げるなよ。お前もな。二人とも早く。張り切ってんな。辛い時ほど努力して明るく振る舞う。え？今も同じだ。無理をして。ほっといていいのかよ。ガードが心配するとユーナはもっと無理をする。お前も気をつけろ。心配するより笑顔。決まりも練習している。ちょっとやってみ。あのさ、ザナルカンドまでどれくらい？まだまだだな。原稿川を下ってグアド族のグアドサラム、その後は雷平原を越えてマカラーニャの陣。
うひゃその前にジョゼの寺院でお祈りです。一気にバビュットザナルカンドへ。それじゃダメなの？うん、なるべくたくさんの寺院を巡って祈り子様にご挨拶しなくちゃ。それが召喚師の修行だ。究極召喚に耐えられるように心と体を鍛えるのさ。大変だな。ユナ、みんなと一緒だから大丈夫。なんすか先輩。ジェクトとシンの関係、ユナに伏せておけ。は？あの性格だ。知ればお前とジェクトへの遠慮も生まれる。そんなものは邪魔だ。まあそうだな。でもさ、話しても誰も信じないぞ。普通さ、ユナは信じるさ。あ、そうか。あのさ、俺にも話さなくてよかったんじゃない？俺の気持ちどうなるわけ？いざという時に泣き出して役立たずでは困るからな。泣かないっつーの。泣き虫と聞いていたが、子供の頃はそうだったんだ今でもそうかな。あ、俺は信じたわけじゃないからな。ユーナ様、皆さんご無事で何よりです。あなた方もよくご無事で。エボンの賜物ですね。我々は命拾いしましたが、戦力としては全滅同然です。生き残ったチョコボはこの子だけなんです。これじゃチョコボ騎兵隊なんて名乗れないっすよ。教えに背いて参戦した挙句にこの有様です。死んでいった兵たちに合わせる顔がありません。あれ、ジョゼの地位？あの雷キノコ岩は、召喚師が祈り子様と対面した時だけ開くの。誰か他の召喚師が来てるってことだな。どんな人かな。どなだったりして。負けたくないな。うっす、行くっす。